か。そうです。え、はい、たっちゃん交換した方がよくない？え、たっちゃん真ん中おいで。あ、お、あ、こんばんは。こんばんは。イエーイ。よしよし。無農薬野菜に挑戦している中村と言います。はい、中村さん。いや、中村さん。よっ、チーズ。イエイ。ワクワク菜園クラブ。ワクワク菜園クラブ。藤枝になります。でも本人はワクワクしてるけど周りがどうかと。ワクワクしてますよ。もちろんしてます。やっぱ体が元気でないとワクワクしない。大事ですね。それはどうしたらいいか。大事だ、ね、何だと思います？早寝早起き。早寝早起き、うん、何も心配しない、気楽に生きる、うん、なるほど、うん、ダメ。いいね。いいですね。たっちゃん何だと思う？そうですね。うん。なんだと思う。なんだと思う。急に降ってきたね。いや、なんか面白いこと言うかなと思って。ごめんなさい。なんか、そうね、もう、このワクワクはね、はい、畑行って野菜食べた時に、うん、あ、うまいと。おお。これがワクワク。おお。確かに幸せかもしれん。それ。甘いって。甘い。人間も甘いけどね。笑顔が甘いから。笑顔が甘いから甘いマスク。辛くはないです。大根は辛いです。大根は辛い。はい。今日いるのはこれは大根さんですね。大根さんです。はい。その分身です。分身ですね。分身。あの、虫がつかないんです。なんだか知らないけど。無農薬って結構虫がつきやすいって。と思うんだけど、このうちのやってる炭素循環農法っていうのは虫がつかないんです。炭素循環農法。あっちゃん詳しい。詳しくはない。だけど学校は農業家です、はいはい。農業家ですって。すごい。イエイ。農業の話。はい。はい、そうなんだ。大根は巻くときに何を巻きますか、はい、何をあの最初やります？畑に、土に。土に、はい。あ、忘れちゃったの。もう30年前だからな。多分ね。愛を巻く。愛を巻く。愛を巻く。はい。執念を巻く。植えていく。冗談なんだけど。ですね、うちやってるのは、はい、何も巻かないんです。不動石灰もやらない。はい、肥料はもう原則停止肥料とは使わないから、はあ、窒素リン酸カリとかっていうのはもう無視です。へえ。無視がいっぱいしても無視です。うまい。うまい。よし。拍手。そうなんだ。そうです。あのね、普通常識でいくと、はい、窒素リン酸カリ、はい、それ駆動石灰で、はい、あのアルカリに戻すとして、うん、それで巻こうと。あ、そうなんだ。うちはもう一切やんないです。天地返しもしないですか？天地返しは今のところやんないですね。天地返しってしたの？何ですか天地返しって？あの地震が来ると天地返し。そういうことだっけ？何天地返しってあの掘って一回飛ぶでしょ、はい、そうするとやってやって まず1メーターぐらい土を掘るんですよ、はい、ほうほう。キャッてカッ。またその、うんうん、今度その下のまた切って。あ、内側と入れ替える、入れ替えるの？上と下を入れ替える。あ、へえ。栄養を混ぜる。ごめんなさい、農業家。農業家。やる。30年前やるなぁ、だっちゃん。そんな技を持ってたと。やらないです。やらないです。やらないです。最初はやったかな、うんうん、でもそんな天地返しっていうのは大それたことはしてないんだけど、うんうんうん、ただ今使ってる畑があの耕作放棄地なんです。耕作作ることをやめたと、うんうんうん。あ、そうなんですか。そう、普通あんまり美味しくならないイメージありますよね。ところがね、はい、なんだか知らないけど、あるところに、はい、物理化学を教えてた教授がいたんです、うん、はい。その教授と知り合って、うーん、あの山を見本にしようと。山か。山、うん、もう何億年前から、はい、でも山の木は何で生えるのか。あ、そうか、肥料撒いてないのか。肥料撒かないんです。確かに。水もいらないんです。確かに。え、水もいらない？水いらないです。ただ畑で野菜作るとき、はい、人参作るとき、芽が出るまでは水を撒いたりするんだけど、うん、これはもう全然最初撒いただけから、うん、あとは何もやってないんです。え、
ゃあ自然の雨だけで。そうです。それ大根は2日か3日で芽が出ちゃうんです。へえ、お腹空いてきた。お腹空いてきた。食べてください。これ食べてもいいやつですか。洗って食べた方が食べてもいいんですけど、うん、洗った方がいいけど、これ消毒入ってないから。あ、いい香り、うん、俺も食べたい。はい、どうぞ。食べちゃうか。食べちゃうか。食べちゃうか。食べてもいいやつ。あ、土のいい香り、すごい。これはじゃあそのまま丸ごと、このまま丸ごと食べて。丸ごと、うん、甘い。そうです。辛くない。辛くない。なんでだろう。甘い。甘いの、これが大根の味なのかな、うん、そうですね。野菜の本来の味っていうのがあるわけ。後から来る、すごく来る。じわっと来た。じわっと来た、うん、それでね、ごま油にするとうまいと。それで変な味がしない、雑味っていうんだよ。堆肥の匂い味もしないし、消毒の味もしない。もともと使ってないから、それ自体がおかしい。あ、おいしい。初めて食べた。こうやって葉っぱもおいしいね。うん、はい、うん、葉っぱも食べれる。葉っぱも美味しい。葉っぱ食べても大丈夫、うん、よくね、大根の葉でね、炒め物とかしますけど、おいしい、はい、うん。これが無農薬野菜。これ無農薬野菜。無農薬っても、いや、農薬かけなくても虫が寄ってこないってこと。放置野菜ですね。そういうもんなんですね。ただし土が腐敗に転じてると虫が来ます、うんうん、え、そうなんですか。腐敗にしないで、はい、発酵土壌って言うんだけど、発酵にしていけば吸い取らない、虫がつかない。腐敗と発酵の違いってどうしたらいいんですか。腐敗と発酵の違い、はい、はい、腐敗と発酵の違い、はい、腐敗しないように発酵するようにするには、あれなんですけどね、はい、微生物を育てるっていう考え方でいけば、はい、自然と発酵してきます。勝手に発酵するんだ。勝手に微生物の力で、はい、土も変わってきます。これは人間が作ってはなくて、はい、微生物が作ってるんです。微生物さんの仕事なんだ。だから微生物によく働いてもらおうとすると、働いてもらわないと人間と一緒だから、はい、空気もないと餌もないと、はい、微生物死んじゃうんです。確かに。お腹すいた、でもお金がないから何も食べさせられませんって言ったら、うん、弱っちゃう。弱っちゃう。その微生物を元気にするのが、のが、うん、雑草、木の枝。あ、そうなんだ。雑草が抜いちゃダメなんですね。抜かなきゃダメなのかと思ってた。抜いてもいいと思う。うん、いいんだ。でもただね、ただ、はいはい、生のままは入れないこと。あ、そうすると、うんうん、生のまま置いとくと、うん、はい、土の場置くと腐っていくでしょ、はい、あ、ちょっと枯れた状態で、はい、土の上に少し敷き込むくらい。そうすると一番上に住んでる微生物、うん、キノコ菌って僕は言うんだけど、それがキノコ菌。キノコ菌、はい、白いやつ、はい、山行くと、うん、落ち葉の間で、落ち葉が今一番落ち葉が落ちるんだけど、うん、確かに、その間に白いものがいるでしょ、四条菌って、うん、それが仲介してくれて、これもいろんな栄養を引っ張ってくれる。菌って偉いですね。だから菌を悪者にしないで味方にする。うん、このままサラダだね。サラダだね。ね、このままね。のまさ何にも使わない。たまらない。それで、うん、味付けする必要もないし。ないね。本当だ。これは美味しい。人参なんかもね、うん、もう味付けなしで、うん、そのまま食べてる。うん、今うちの畑にあるのが人参があるんだけど、もう葉っぱから全部食べてる。人参の葉っぱってそう出てる、うん、あれ食べなきゃ損。え、そうなの。いつも切って、もったいない。え、あれどうやって食べたら美味しいです。あれはもういろんな はい、なんていうの、揚げ物にしたりとか。揚げ物美味しそう、うん、それはおひたしに入れたりとか。ああ、ちょっと癖があるので、そこに鰹節とかまぶすと美味しいですね。でもいいね、うん、食べ方自由、いいね、基本はないです。
そう、癖が先強いというか、ずっと癖が強いんですよね。ね、強いんですよね、人参ね。だからこれは僕の考え方だと、はい、癖があるとかっていうのは、はい、肥料から来るんじゃないかなっていう。そういうことですか。堆肥、はい、牛糞堆肥使いますよね、はいはい、牛糞堆肥も完全に発酵してない完熟堆肥でないとちょっと臭みがあったりすると出ます。そうなんだ。農業専門家の人、農業専門ですよね。あ、違いますよ、30年前の30年前ね。30年前の、でもたった3年間習ったです、ね、はい、専門家です。うら、うちはあの茶農家なんだけど、はい、野菜作りはしたことも全然ないわけ。ただね、昔ふわの山の生まれだから、はい、今の時期になると山へ行って、はい、茅とかそういうの取ってくるんだよね、はい、それを茶畑にどん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 入れてったわけ、はい、そういう農業だったんだけど、最近あの化学の農業になって、化学肥料撒いたり、うん、消毒したり、それも楽ですものね。だけど楽だけど、そうなんだ、どう体元気になる、そうって言われちゃうとね。ですよ、はい、なるほど、そう、そこなんですね、うん、そこですね、うん、こんな食べられませんもんね。そうですね、これはね、確かに、これはね、まず宗教ではないんだけど、うん、宇宙のエネルギー、これ入っちゃってる、なるほど、宇宙エネルギーがポン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 引っ張れば、はい、あの土は発酵してくるみたいです。なるほど、元気出します。だから美味しいのか。なるほど。これなんかさっきからあの写真に土が落ちてるんで、はい、大丈夫ですか。大丈夫です。はい、ここのね写真がこれ、はい、これ微生物、はい、じゃあちょっとこれ見せましょう、はい、これがいっぱい住むようになってる。これが微生物、はい、はいはい、ここにいっぱい微生物が住んでる、はい、これあの微生物が、はい、枯れた草とか、はい、そういうの分解していく。なるほどなるほど。そうです。そしてこの後ろにいるのも同じ写真。同じです。はい、同じです。微生物がここにいっぱい。本田さんが載ってる雑誌はもう今日は持ってない。あ、持ってこなかった。あの野菜畑。あそこにね、あのうちの畑を、はい、のやり方、それ写真で紹介しています。すごい、3ページも、すごい特集ですね。5ページかな。ページ。おー、すごい。それにはあの見たい。これ見て、これ。はい、これは畑に刺した、はい、これ何ですか。棒なんですか。支柱棒。支柱ね。支柱。はい。支柱の棒。それがね、これがね、はい、肩まで入るんです。深い、これ長いですね。す、長いです。1メーター50以上、はい、私152センチです。あ、もうちょっとで、もうちょっとぐらい。じゃあすごい柔らかいってことなんですか。すごい柔らかいってよりもね、風景の奥まで入ってるってこと。うん、そういうことですよね。そうです、これをやらしての助けてくれるのがこの四条菌微生物なんです。だからこれをいかに増やすかって。あ、これをいかに増やすか、はい、大事なとこですね、うん、ポイントですね。ポイントですね、うんうんうん。畑に来るとすぐ分かります。行きたい。気になる。気になるね。行きたい人。はーい、行きたーい。はーい、いつでも参加します。畑ツアー。畑ツアー。行こう、行こう。はい。行きたいです。収穫ツアー。収穫ツアー。玄米食べさせてもらったね。すごい、美味しそう。発酵玄米してね。発酵玄米美味しいですね。体にいいですしね。あれはね、病人食なんです。え、そうなんですか。あれで、やっぱ病人食なのか。病人食だけども、はい、自分たちも食べてるんだけど、栄養いっぱい。長田式っったかな。長田式です。だから、胃の、そうです。胃の、そうなんですね。うん、はい。胃をの手術をした人とか、はい、そういう人も食べるんだけど、でも別にそれはね、誰が食べてもいいんだけど、ただ、じゃあ、はい、うちでそれを炊いてるからって、簡単に教えるってことは、許可がないとできない。ああ、そうなんですね、うん、です。許可が必要な。許可必要です。そうか、希少ですね。そうです。持ってくればよかったかなと。うまいですよ、次回ですね。子供を食べたりするから。美味しそう。あの糖尿の人なんかにも、はい、いいみたいです。そうか、うちのお母さん食べてます。糖尿病なんで。ご飯禁止してるんだよね。はい、タンパク。あ、
でもあれは発酵させてやってるから、はい、だから何みたいな。そうなんだ、なるほど。あれだったらご飯食べてもいいんですね。じゃあ基本的にはあんまりね糖分になるものダメって言いますけどね。そうはね、だから、ね、腹が減ったら何か食べたいじゃんね。食べたい、ね、ご飯食べたいよね。食べたい、みんな食べたいと思うんだよね。でも、あの糖尿の人でも食べられるっていうのが発酵玄米。なるほど。それで米は普通のあのコシヒカリとか普通米です、はい、それはあの精米しないで、それで玄米のまま使う。ただし、うん、あの普通栽培だと消毒するでしょ。なるほど。そこの中の玄米のそのぬかの中にやっぱ農薬が出ちゃう。あ、だからできればそういうことか。あの何食べてもいいんだけど、はい、できればあの無農薬の米を使ってほしい。ですね、消毒をすることによってその成分も自分の体に取り込んでるって取り込んでるってなんか一緒に食べてるんです。なんか怖いなって思う。怖いですね。そう、怖いですね。食べてるんだ。だからこれは消毒も何もしてないからそのまま食べてもらっても構わないんだけど、だいたい物を作るために虫が来るからじゃあ消毒しましょうってことは捨てるから。なるほど。こういう話すると批判になっちゃうんだよね。うん、大事にしてることを話せばいいんですよ、うんうん、いいんですよ、うん、そう、うん、そうか、そうなんですね。そうです、はい、じゃあ、はい、ですね、あのただ植えて、はい、根が出るまで、根が出るまで水をかけて、はい、それであと収穫するだけですってことですよね。ですね。何も、まあ、その間は、その間はただ寝るだけ、ただ寝るだけ。その間ね、炭素資材したこの木の枝とかそういうのをちょっと補充してあげるとか、はい、周りにね、引いてやるとか、引くじゃなくてちょっと土に混ぜる程度、へ、うん、餌にしなきゃいけないから。あ、そうか、餌にするんですね。あの、はい、人間で言えばご飯、うんうんうん、あ、そうか、食べないと、はい、食べないとね、はい、パワーが出ないと。そうですよね。元気が出ないですよね。元気出ないです。そうですよね。これがご飯。人参持ってくればよかったんだけど、はい、握ってもらって、はい、そうするとこれのオーリング溶けないんですよ。そうなんですか。すごい。その食べちゃったからなんとも、うん、もう俺もう全部食べちゃ、完全食べちゃいましたね。お疲れ様です。美味しかった。あのね、美味しいですか。美味しい、美味しい。抜けてるやつっていうのは簡単にオーリング溶けるんです、はい、あ、へえ、あ、マイク落ちましたって。 はい、はい、足元が大丈夫ですかね。はい、だから、片手に持ってオーリングしても無農薬だと溶けないんですね、はい、野菜生きてるから。生きてますね、間違いない。そうです。そうか、そうなんです。はい、葉っぱでやってみましょうか。葉っぱでできるかな、まあ、オーリングでギュッてやって、うん、最初携帯かなんか持ってオーリング、携帯で、じゃあ私の携帯で、はい、はい、それで、はい、絶対抜けの溶けないようにしてもらう、はい、こっちこうやってバクッと頑張っちゃった、ちょっと。はい、こんな感じで、はい、じゃあ葉っぱで、はい、葉っぱを持って、はい、はい、手が震えてる。どっちも震えてます。もう、はい、若い人の手も久しぶりだもんね。全然力入れてないけど取れないですね。嘘だ。うん、確かに。本当？あんまり頑張ってないけど取れないですね。ねえ、面白い。本当だ。やりたい、うん。さっき頑張ってた。嘘っぽい。あ、じゃあ、タッチャン、タッチャン、タッチャンやろう。嘘っぽいですこれは。演出なし。よし。演出なし。じゃあ、よし。携帯。じゃあ男同士の対決だ。絶対に開けないよ。絶対開けません。おお今結構本気でしたね。本気男同士だから本気でしたね。本気でした。じゃあ、はい、この人で。じゃあ。はい。はい。これ、これちゃんと思うよ。やろって。食べないね。これ本当？本当。あ、本当だ。すごい。いや、びっくりです。本当です。これがあの無農薬野菜で、
すごい。炭素循環農法を使ってやってる野菜の特徴です。これ本当にこれ、だって全然仕掛けも何もないでしょ。全然力入れてませんでした。でも確かに力入れてない顔してましたね。ヒューヒューな顔してましたね。素晴らしい。すごい。冗談だと思ってました。ねえ、これ違うもんなんですね。あの生きてる野菜って言うんだけど、これはもう明日になっても同じだったんです。ただ葉っぱはしおれてくるけど、パワーは入ってる。だからこれが枯れて、あの土に帰ろうとする。人参なんか根菜なんかそうなんだけど、置いとくと黒くなってくるでしょ。なりますね。こういう作り方してあると、あの枯れてきて、それで土に帰ろうとするから、なんか腐った匂いは全然しないんです。甘い匂い。甘いんですか。腐ろうとしてるのに甘い匂いがする。不思議。すごく興味が湧いてきましたよ。ですね。なんかでもこういうの子供たちにね、子供に食べさせていい、なんか食べさせてあげる。今あの、ね、子供が本当の野菜の味知らないでしょ。そうですよね。確かに、知らないんだよね。確かに確かに。だから普通大体あの野菜っていうと、季節感がないじゃない、いつでも取れるわけ。そうですね。季節感がないし、ないですね。ほんで野菜っていうともうあのトマトっていうとこのやつではあの食べさせると、これはトマトじゃないと。なるほど、全然味が違うから。違う、あのスーパーの食べてるとね、味しないですもんね。でもこの作り方できちゃう野菜っていうんだけど、それをやってると本当の味っていうのは、だから1度目2度目になるとまた食べたい。この時期は何か作ってるんですか。今はね、秋の時期はもうちょっとで終わりなんだけど、人参。人参今時期人参美味しいんですね。特にこれから取れる人参っていうのはあまりないです。今の時期って人参なんだ。人参は冬野菜あるから秋なんですか。人参ってだから人参の春作るのおかしいんじゃないかっていうのは。あれは冬野菜だから。冬野菜なんだ。それがどういうわけかの種の改良して、この頃の若い人たちは絶対分からないと思う。分かんないです。季節感がないので、そういうこともあのできるんですね。そうですね。子供と見学ツアーやりたいですね。あ、いいですね。この前ね、いつだったかな、幼稚園の園児たちが、あ、来たんですか。うちの畑で、薩摩掘りやって、帰ったんです。いいですね。毎年そこの幼稚園の人たちだけが、園児たちが来る。今年で3回目。おいしいし、さつまいものね。ね、やりますよね。ただね、あの鶴のまま取りたいって言うから、ちょっと無理だなと思ったけど、切れちゃって、ね、すごいんですよね、強くて取れなかった。そうなんですよね、掘り起こしてもやっとぐらいですよね。尻餅つかんでるね。そうそれ抜けないやつでね、泣いてた子もいたけど。泣いてた、かわいい。なんか手伝ってあげるんだけど、はい、ちょっとね、達成感がね。ただね、さつまって、さつまいもってどうやってできるかってこと知らないでしょ。そうですね。そうですね。知らないでしょ。知らないですよ。ね。見たことないでしょうしね。むしろ食べるぐらいしかないかもしれない。ですよね。焼き芋しかない。焼き芋しかない。レモン煮とか。どうやってやるんですか。食べ方？違う。な、作り方と。作り方は畝作りして、はい、そこにあのつるを、はい、ね、畝を作ってで、それで土かけて、はい、土をかけて、あとはそれだけ、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 あとやらないです。でもさつまいもも美味しくないさつまいもってあるんですよ。味がしないやつとかね、なんかこう薄い味がするやつとかあるんですよ。うん、ところがやっぱり違う。やっぱ違うんですね。言えないだってうちあの紅はるかしか作ってないから。食べないと分かんないな、これは。紅はるか、食べたいな。他のも作ってればね、はい、季節ごとにね
体験ツアーやりたいですね。うん、そうです ね、こういうのちぎって食べたりしてね。よかったら、はい、いつでも、ね、募ってやりたいですね。もうボツボツ終わりみたいです。ボツボツ。ボツボツ。ボツボツいきますか。ボツボツ終わりしましょう。ボツボツ終わりでは。ボツボツ終わりで。この前はね完全に無視してた。すごい。無視しちゃってね終わりだよって。終わり方知らなかった。じゃあそれでは。はい。では。はい。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、でした。ごちそうさまでした。はい。変な話し方で申し訳ないです。美味しそうなお野菜の話いっぱいありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうもまたよろしくお願いします。お願いします。